井上光雄は毎日放送出身のフリーアナウンサー。東京都出身ですがも育ち。東京都立小石川高等学校を経て、早稲田大学第一政経学部卒業後、1955年に新日本放送にアナウンサーとして入社。大学時代は放送研究会に所属していた。スポーツ実況をおもとし、プロ野球、南海ホークス戦をはじめ、 選抜高等学校野球大会では、開会式17回、決勝戦22回を担当し、選抜の生き地引きと呼ばれた。また、日本シリーズでは1985年の阪神対、西武戦、大阪スタジアム最後のオールスターとなった1986年の第2戦、清原和弘のオールスター初ホームランで MVP を獲得の実況を担当した。その他には、 オリンピックでは1964年、東京オリンピック1972年、札幌オリンピック1972年、ミュンヘンオリンピックでの実況を担当し、日本が金メダルを獲得したバレーボールの実況、1967年のモハメド・アリ対ゾラー・フォーリーによるボクシング世界ヘビー級タイトルマッチの実況、ダンロップ・フェニックストーナメントでは1974年の 1> 第1回から1984年の第11回までの実況、甲子園ボールの実況を担当。全国高等学校ラグビーフットボール大会でも長く実況を務め、決勝戦を14回担当した。1989年のラジオのラグビー実況により、アノンシスト賞グランプリを受賞した。その他にもアドリブランドなどにも出演し、 金属40年の1994年に毎日放送を定年退社。定年後は2002年3月まで大阪芸術大学教授を2005年3月までは同学非常勤講師を務めた。2014年現在、講演活動が中心。大の落語ファンとして知られ、日本笑い学会理事を経て同幹事を務めている。2016年3月22日付のガオラの 番組表にて、第88回選抜高等学校野球大会、第3日、第3試合の実況アナウンサーとして氏名が掲載されるハプニングがあった。近畿方言の窃盗時、度については1955年に大阪に初めて行った時に初めて知り、それまでは例えば父に、球道場に連れて行ってもらった時であっても、的の中心に矢を当てたら、まんまんなかと言っていた。 大阪に来て、初めて窃盗時、度を知った際には、度が単なる強調の窃盗時であると考えており、度真ん中のボールを三振などという表現は、これ以上言うことない力ある真ん中のボールを三振という解釈をしていた。度金丸も、金眼の人を部別した表現というより、金眼をさらに強調したものであると大阪に来た当初は、理解した。ABCDEFG 撮影カズ 大阪弁、本間門講座新庁舎、2006年 ISBN 978から41億610万 1601P47 から48日本笑い学会役員プロフィール。ありがとうございます。